皆さんこんにちは。今回はスキージャンプ観戦が初めての方へ向けた情報をまとめてみました。ジャンプ観戦は興味あるけどハードルが高いと感じて躊躇している方への後押しになれば幸いです。海外ではワールドカップともなるとこのように数万の観客が会場を埋め尽くします。一方日本はこんな感じ。ジャンプの本場と比べるのは酷だけどもっともっと多くの観客で選手に声援を送りたいですね。現地は氷点下になることが多く非常に寒いです。しっかり防寒対策して長時間の観戦に備えましょう。あるといいもの、ニット帽、手袋、ネックウォーマーやマフラー、ダウンジャケットやコート、防寒パンツ、カイロなど。靴は長靴やスノーシューズがいいですね。足裏がかなり冷えるので暖かい中敷きもあると助かります。こういう靴に貼るタイプのカイロも効果的です。いろいろ揃えるのは大変ですがとにかく暖かければ OK。 観客は皆おしゃれよりも防寒を重視した服装をしてきます。なので見た目はあまり気にせずしっかり防寒対策をしましょう。チケットはこちらのページからゴーチケで購入できます。リンクは概要欄からどうぞ。通常版とエキサイティングゾーンの2種類が選べますが残念ながらエキサイティングゾーンは動画投稿時点で売り切れです。試合開始時間は札幌大会公式サイト、ディス公式サイトなどで確認できます。土曜日が午後4時、日曜日が午前11時開始ですね。スムーズに試合が進めば大体2時間ちょっとで終わります。ただし健康の影響で時間がかかることがよくあるので余裕を持って見積もっておきましょう。地下鉄東西線から丸山公園駅で降り地下通路を歩いて丸山バスターミナルから無料シャトルバスに乗りましょう。試合開催日は一般車両は会場の駐車場を利用できないので車を利用する方はご注意ください。丸山動物園第一駐車場を臨時駐車場として利用できますがそこからはシャトルバスを利用することになります。会場では試合開始前にこのようなスタートリストが配られています。1本目終了後には2本目のスタートリストも配られます。会場の電光掲示板のリザルトでは選手のビブナンバーしか表示されないのでこれがないと何が何だかわからなくなります。観戦場所は大きく分けてブレーキングトラックとランディングバー横の2種類。ブレーキングトラックではアプローチ、踏み切り、空中、着地まで全て見ることができ飛び終えた選手を間近に感じられます。ちなみにエキサイティングゾーンはこの赤い枠の中。ランディングバーンでは選手が飛んでくる様子を真横から見ることができます。ジャンプの迫力を感じたければこちらがおすすめ。飛距離が伸びる選手特有の踏み切りの高さ、前方向へ勢いよく飛び出す感じを実感できますよ。ただし雪の斜面を登る必要があるのと踏み切りの瞬間が見えないという難点もあります。選手のリザルトは向かい側にある電光掲示板に表示されます。ビブナンバー、出身国、得点、飛距離、助走速度、飛型点となります。しかしこれだといかんせん情報量が少ないですよね。というわけで私はスマホでフィス公式のライブスコアを確認しながら観戦しています。選手全員の順位をリアルタイムで確認できますしウィンドファクターやトゥービートも表示されます。ブラウザ版だけでなく公式のアプリもありますよ。余談ですが私の場合はわざわざウェブブラウザで PC 版表示にしています。こうすると字はちっこいですが飛距離や助走速度など詳細データが確認できて便利なんです。肉眼で見える吹き流しと手元の数字を照らし合わせ試合の流れを把握しながら見るとより手に汗握る感じになって面白いです。ちなみに寒さでバッテリーがどんどん減るのでモバイルバッテリーを持参した方がいいですよ。帰りのシャトルバスは混雑するので注意しましょう。
ご視聴ありがとうございました。この動画で一人でも現地観戦が増えたら嬉しいです。スキージャンプ見てみたくなったよね。これはもう行くしかないね。